全日本空輸株式会社内定国際コミュニケーション学部佐伯若菜です。ずっと客室乗務員の方に憧れていて、エアラインの専攻を受けていく中で、社員の方がすごく面接の際にも緊張しないでねっていう言葉をかけてくださったり、こんな人になりたいなっていう方がいた会社だったので、ご縁をいただけて即ありがとうございますっていうふうに決めました。幼い頃からおばあちゃんとかと旅行に行くことが多くて、で飛行機に乗ることも多かったんですけど、憧れる存在で、やっぱりいつか自分もこんな存在になりたいなっていうふうに思ったので、もうめちゃくちゃ成長しました。なんか結構私はメンタルがそんなに強くない方なので、周りのその一緒に受けてる方とかと比べてしまって落ち込んで、でもこうしたらもっと良くなれるから頑張ろうっていうふうに成長、もうどんどん成長していって強くなったと思います。なりたい目標をずっと持ち続けて、ブレずにもうずっと頑張っていくことが大切だと思います。想定してないことを聞かれた時の対応っていうのも学べたので、お話、面接でもお話をするようにスラスラ話せて知ってもらえたかなって思います。こんなに自分のことのようになんか相談に乗ってくださったり喜んでくださったりしてくれる学校なんだと思って、なんかびっくりしました。模擬面接をしていただいて、で会議室みたいなところを使って失礼いたしますっていうところからやるっていう経験が3年生の時には全然なかったので、でその後も自己 PR をちょっと直していただいたりとか、っていうことをしていただきました。活用しないともったいないと思います。あ、佐伯さんっていう客室乗務員の方がいたなっていうふうに思い出していただけるような客室乗務員になれたらいいなと思ってます。